日本陸軍鉄道連隊 E 型蒸気機関車。日本陸軍鉄道連隊 E 型蒸気機関車。日本陸軍鉄道連隊 E 型蒸気機関車は、かつて日本陸軍鉄道連隊に所属していた蒸気機関車である。日本の陸軍省の発注により、鉄道連隊で使用する野戦軽弁鉄道用機関車として、1921年に、 E1E25 の25両、1925年に E101E106 の6両をと2回に分けて合計31両が発注され、ドイツのオーレンシュタイン・ウント・コッペル、アルトゥル・コッペル、社で製造された。これは、1901年より鉄道代替鉄道連帯が193セット386両をドイツより輸入した、A。 B 型総合機関車では、購買区間での取り扱いなどに難があったことから、一両での原引力の増大と、曲線通過性能の維持の両立を図っての同軸の協力機としたもので、元来は総合機関車と同様、ドイツ帝国陸軍の野戦軽弁鉄道向けとして設計されたものである。総合機関車の場合は、納期の関係もあって発車が製造を分担したが、 本形式については、同軸誘導機構が、オーレンシュタインとトコッペル、アルトルコッペル社の技師長であったグスタフ・ターミラー、博士の考案になるものであったため、特許権を保有する同社の一社独占受注となっている。軸配列0から10から0型で、600mm 機関向けの、飽和式短式に気筒サイドタンク機である。前日の通り、究極線通過に備え、 1> 第1.5同軸には、それぞれ、第2.4同軸から左右に、首振り可能な密閉式ギアボックスによって、動力を伝達し、さらに第3同軸が左右に、スライド可能なルッターメラー、コッペルギアシステム、同軸誘導機構を採用している。このため、同輪が、大枠の内側に収められた、外側大枠方式となり、水タンクも複雑なギアボックスが、 車輪間に内装される関係で、この種のドイツ製小型蒸気機関車では、標準的に採用されていた、大枠の一部を水タンクに利用する、ウェルタイク式ではなく、大枠上のボイラー左右にタンクを振り分けて搭載する、サイドタンク式されている。このルッターメラー式は、曲線通過が容易になり、先行するクリン、リントナー式と比較して、 ギアボックスが密閉されているため人害の多い過酷な環境での使用にもよく耐えたが、その反面第1.5、e. 同軸の軸重抜けが発生しやすく、いざという時に踏ん張りが効かないという問題があり、またクリン、リントナー式ほどではないにせよ、保守にも難があり、日本国内向けとしてはこの鉄道連帯向け以外での採用例は存在しない。一辺装置は一般的なワルシャート式で、 メインロッドは第3同軸に、サイドロッドは第2から4同軸にそれぞれ掛けられている。1921年と1925年の輸入後、鉄道連帯に配備されて運用が開始されたが、日本では重心が高く脱線しやすいという問題点が指摘された。そのため、後にボイラーの加湿部などを改造して、寸法を縮小して、 ボイラー中心高さを下げ、重心を引き下げる工事が実施されている。その後の増備については、日本で本形式のアウトラインを模倣した k 1系、1 9 2 9年、川崎車両製一両及び n 1系、1 9 2 9年、ア宮製作所製一両の競争施策を経て、川崎車両製の K1 型を基本2942年により、量産された。 K2 型がこれに当てられている。本形式の大半は満州に配置されていたため、第二次世界大戦後のそれらの消息は不明であるが、国内に残されていた一部は終戦後、西武鉄道、小港鉄道などに払い下げられ、使用された。もっとも、同軸誘導機構の特殊さから、改め機構時が困難であったらしく、日本国内に残存した。 K 通型の多くが 1067mm 期間用に改造されたのに対し、本形式はいずれも 600mm 期間のままで、最後まで用された。このうち、西武鉄道安比難機の砂利採取船で使用されたものは、その後3両が長く、同地に放置された後、玉川上水の西武倉庫に保管されていたが、このうち E18、E103 の2両は整備の上、 ユネスコ村に生体保存された。その後1990年の同村閉園に際し、E18 は東京都練馬区の株式会社エリエー出版部に E103 は北海道門別郡縁軽町のマルセップ森林公園以いの森に移設の上へ保存されたが E103 は2002年10月に同社の胴体復元を目的としてドイツの鉄道保存団体である。 フランクフルト警ン鉄道博物館へ、蝶と、搬出された。2012年現在、ボイラーや大枠、ルッターメラー式動輪誘導装置をはじめとした走り、装置等の再生、腐食の著しい運転室や、水タンク、喪失したサイドロット等の申請を含む、大規模なレストア作業が、属されている。2013年10月には、申請したボイラーを含めた、 組み上げが完了し、翌2014年3月には、試運転を成功させている。一方、E18 は、長らくエリエイの玄関前に保存されていたが、後輩著しいことと、同社社屋区地区により、2007年大井川鉄道に、搬出された。大井川鉄道では新金谷駅の大城川側線に、しばらく留置されていたが、2012年修理が行われ、同年、 東京ビッグサイトで開催された国際鉄道模型コンベンション会場にてお披露目の後新築されたエリエ社屋前に再設置された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。